もうここに入ったら出られんわけ？はあ、入っちゃったよ。え、これは？こっち？に行けばいいということかな？なんか、不思議な生き物が地柄でキューブに吸い込まれた。マップを見た限りではこっちの方よね。お？あら、ハウ、久しぶり。あゆな、待って待って。ここからまた合流するの？エーテルパラダイスで別れてから、残りの試練こなして、ヒリマさんと鍛えて、ポケモンリーグに挑もうとしたら、グラジオからアユナがここに向かったこと聞いて、めちゃくちゃ急いできたよ。俺の人生で最高のスピードだったね。なるほど。じゃなくて、アユナ、ポケモンリーグ最初の挑戦者は、どっちか決めようよ。本気の真剣勝負だよ。俺と、ポケモンたちの全力をぶつけて勝つからね。無理です。私が勝ちます。さっこいいよ。どれぐらい強くなったか見てやる。4匹。お、来たな、ライチュウ。私のはまだピカチュウのまんまやけんな。よし。じゃ、とりあえず。あ、そういや、バンバドロとか外したんよね。このままでいいかな。ルガルガンで行こうかな。よし。ルナーラ交代。いっけ、ルガルガン。さあ、行くよ。悪タイプが効くんや。ん？ライチュウは何？何タイプだ？電気は確実やんか。よし、噛み砕け。でもって多分今までにないタイプがついとるってことよね。よし、次は？ネッコアラ。ネッコアラ？はは、かわいい。あれやん。絶対眠りって。なんか私、ポケモンのさ、一応アニメを見よるわけやけど、え、何？あ、効果ありとか、あ、そっかそっか、効果ありとか分かっとるよね。ということは、てかこの子何タイプ？エスパー？ノーマル？見た目的にノーマルっぽいけど。あ、ここや。ノーマルか。格闘が効く。あの、ポケモンのね、アニメを見よるわけやけど、なんかこの子定期的に出てくるよね。学校のチャイム鳴らしよることない？かわいいなっていつも思いよる。よし、行くよ。目覚ましビンタ。よくない？寝よるし、あいつ。さあ、起きろ。はっ！ってなったけど、普通に寝てる。すごいな。意地でも絶対眠りなんやね。ガオガエン。ガオガエン。ということは、アシレーノで行こう。ちゃんとガオガエンまで進化したんやね。いっけ、アシレーヌ。さあ、来いよ、来いよ。おー、かっこいい。ムッキムキやね。あ、なんかあれはあれでかっこいいわ。いけ、アシレーヌ、ハイドルポンプ。ドーン。効果は抜群だ。めっちゃ逆三角形やん、体。理想のボディって感じやね。お、リーフィア。リーフィア、何で行く？ルガルガン。え、リーフィアってあれ、草タイプよね、多分。わからんけど。うん、多分あの、イーブイの進化系のやつやろ？まあいいや、ルナーラで行こう。あれ、リーフィアって戦ったことなかったっけ？なんか誰かが持っとったよね。ハウではなかった気がするけど。ほらほらほら、かわいい。かわいい。よし、ここは。Z パワー。さあ、行くよ。似合うよね、なんかあのポーズ。ルナーラは Z パワーを体にまとった。そして全力の Z 技。無限アイアイのいざない。なんか全部ひらがなになったらさ、余計読みにくい感じがするよね。まあ、小さい子からしよるゲームやけんかもしれんけどさ。相手のリーフィアは倒れた。よっしゃー。
なんか今 EV の進化系が全部わからんけんさ、ちょっといろいろ見たいね。本当の全力の前には勝ちも負けもないのかも。勝ちも負けもないとか言われましても、お？ポケモンたちに勝利を味わわせられなくて悔しい。なんかハウのこういう顔初めて見た気が。でも本気の悔しさが俺をもっと強くするからね。絶対にチャンピオンになってよ。チャンピオンの愛のに勝つためもっと鍛えるから。じゃあこれ持っていてね。なになに？お、アユナは元気の塊を3個手に入れた。ありがとう。自分もポケモン回復してあげてよ。引っ越してきたのがアユナで俺本当によかったよ。ありがとう、いつものハウだ。またその辺で鍛えるんかな。よし、じゃあハウの激励ももらったことだし、とりあえず進もうか。すごいね、なんかほら、氷の塊がめっちゃ。よし、行くよ。ん？なんかこっちの方とか行けんか。おお、やってきたよ、やってきたよ。ん？あ、ククイ博士、どうもどうも。すごいね、この間まで工事しよったと思えんやん。あゆな、よくここまで来たぜ。島潜りでの試練、大試練をすべて達成。本当におめでとう。ありがとう。寒くないですか？平気さ、僕の心はブラストバーンよりも燃えている。ブラストバーンって何？技の名前？最後に残るのはポケモンリーグ挑戦。お楽しみはこれからだ。ん？なになに？おお、君が連れているのは伝説のポケモンルナーラか。そう、リーリエからね、渡してもらった伝説ポケモンに届けたい言葉がある。ここはもともと島巡りの仕上げを行う場所。さらに君への敬意を込め、月に一番近いラナキラにリーグを作ったんだ。月に一番近いってことは、この島で世界で一番高い山ってことかな。いやー、思い出せ。石英高原のポケモンリーグ本部に赴き頼み込んだこと。関東のジムリーダーたちにボコボコにされながらも、最愛のパートナーたちが出す技に魂を込めたよな。最後はマントのドラゴン使いに。もっと、僕の話はいいんだ、とにかく中に入ろう。なんかめちゃくちゃ懐かしい言葉がたくさん出てきたけど。ね。ただし準備をしておくんだよ。中に入ると出られないからね。マントのドラゴン使いって、あれよね、チャンピオンロードの話やろ。目指せチャンピオン、君なら絶対なれるのと。一応準備という準備は終わったんだけど、この辺にはもう何も落ちてない？落ちてないね。よし、挑もうじゃないか。通るのだ、必勝を期すのだ。もうここに入ったら出られんわけ？はぁ、入っちゃったよ。わ、すげえ、なんか、どういう空間？鏡的な感じになっとんかな。4人だ。世界各地にあるポケモンリーグには、四天王と呼ばれる素晴らしいトレーナーが4人いる。そこで、アローラのポケモンリーグにも、4人のトレーナーを揃えたよ。君は全員に勝ち抜くか、負けるまで外に出られない。4人全員ね。オッケーオッケー。それは今までもそうやったよね。大丈夫です。トレーナーの不安はルナーラに伝わるが、君たちなら大丈夫だよ。激しい技のやりとりから生まれるすごいポケモン勝負、期待しているぜ。あゆな、ルナーラ。大丈夫、回復アイテムもいっぱい持っている。ってことで左から順番に行こうかな。ここは、何タイプ？格闘か？格闘タイプってことは、飛行タイプ持ってないや。ん？炎タイプかな？岩タイプ？お？原さんじゃないの、あれ。ほら。ハラハラさせますぞ。そういうシャレいいから。ってことはやっぱ、ん？格闘タイプってことでいいんかな。ん？格闘やったっけ、原さんって。てか今までの島キングとかが勢ぞろいしとるだけってこと？島キングにして四天王の原ですな。では、本気の本気、鬼の原でいきますかな。あ、別に島キング、島クイーンがなるとは限らんってこと？ここは、
シマキングも四天王も兼ねてますよ的な。さあ来い。ああ、5匹びっちり持っとるわけね。張り手山。そっか、格闘技だねやっぱり。それじゃあ飛行タイプ欲しかったな。飛行以外に何が効くんやっけ。ピカチュウは違う、カビゴンも違う、カイリキーはまあ格闘同士よね。ルガルガン、アシレーヌ、お、いける。じゃあアシレーヌで、まあ、ここはアシレーヌでガンガン行く方がいいかな。ムーンフォース、ムーンフォース、ムーンフォース。よし来いよ、いくよ、アシレーヌムーンフォース。よし、オッケー、効果抜群。まあね、レベルも100だし。ケケンカニ、ケケンカニ、マケンカニの進化系。へえ、まあ、すげえ間抜けな顔になったね。なんなんそれ、なに、ちょっと肉球みたいなのついとるよ、プニプニしてそう。ねえ、よし、行け、ムーンフォース。はい、オッケー。ごめんね原さん、多分ストレート勝ちしちゃうわ私。怒り猿、怒り猿とか久々。おー、いいねいいね、いけ、ムーンフォース、パパパってやっつけていこうね。はい、オッケー。さあ次はキテルグマ。よし、キテルグマね、アニメの方でおなじみよね。すっごいなんかロケット団のこと気に入っとったけど。毎回毎回ロケット団がピンチになったら助けに来てくれるやん。なんか私の記憶の中ではロケット団は最後は嫌な感じで飛んでいくのがお決まりやったけど。ニョロボン、ここはピカチュウで行ってみようかな。さあ行くよ、アシレーヌ交代。今はもうロケット団はキテルグマにさらわれていくのがお決まりになっとるかな。おー、いいねいいね、でかっ、ニョロボンってそんなでかい。よし、行くよ、Z パワーで。最後はこの Z 技で決めます。かわいい。ピカチュウは Z パワーを体にまとった、そして解き放つ全力の Z 技。さあ行くよ、必殺のピカチュウと、これで仕留める。おっしゃー、効果は抜群だ。さあこれでとうとう私は原さんのポケモンに一回も誰一人として攻撃を繰り出させなかったよ。アローラを巡ったことで砂渡強さを感じましたな。ありがとう原さん、あっという間やったね。何あれ、ワープできるん。違うか。新しいもの、古いものがバランスよく混じってこそ、次なるものが生まれる。若者の君とジジイのわしが戦い、そう感じましたな。勝ったらあそこに色がつくってことか。別にこれシューン。あ、ワープできた。あ、なるほど。え、扉を通って帰ってくるんじゃないんや。ワープして帰ってくるんや。へぇー。これでとりあえず一人。まあ、別に何のセリフが変わるわけでもないんやね。じゃあ次はここ。ん？ここは何タイプ？炎かな？炎っぽいね、なんとなく。誰誰？あら。ようこそ岩の前。岩だったよ。あれ、やっぱりシマキング、シマクイーンか。ってことは別に今までとそんな変わりないんじゃないの？強くなってんのかな？なんか自分がさ、100レベルとか強くなりすぎててよくわかんないんだけど。よし、行くか。てかなんなんそのさっきからさ、ステージ上に色々と演出が。最強ライチさん。前置きはなし。ライチさんと戦うよね。オッケー。ぜひぜひ戦わせていただきます。
でも岩タイプってことは、もう全然、またしてもアシレーヌ？草タイプとか持ってなかったよね、私。お、かっこいい。やっぱライチさんかっこいいわ。ポーズが様になっとるよね。ジーランス。あの子も岩タイプってことか。ポケモンで、ノッキリア外したしね、私。ってことは、アシレーヌで行こう。おーし、頑張るよー。行け、アシレーヌ。今度は水タイプでガンガン行こうね。あー、釣られて寝てしまうんじゃ。次のターンで寝るんやっけ。よし、行くよ。アシレーヌ、なんてこと。当たらなかった。うわ、めっちゃぶつけてくるやん。あ、寝た。寝たよ。寝たってことはもうここは入れ替えていくしかないんか。ご利用しでいきます？って言ってもピカチュウはちょっとあれやけん。ルナーラで行こうか。寝姿まで美しいよ。いっけ、ルナーラ。さあ、行くよ。ルナーラの技もいろいろと見てみたいんよね。ということで。シャドウレイ。なんか、技の名前がかっこいい。お、第3の目が。うわ、すげえ、なんか。イェーイ、一発、急所に当たった。あの子目つぶったままやったね。お、カビゴンレベル100。イェーイ。あ、ルガルガン。このまんまでいいかな。うん、そのまま戦うよ。さあ、来いよ。ってことで、ナイトバースト。ナイトバーストってもしかして寝てなかったら効果ないかな。はぁ、効果抜群じゃねえか。よし、ゴーストダイブだ。ん？なにこれ。攻撃技ではないということ？あ、いや、穴を掘る的な感じってことか。へぇー。くそ、一発ではいかなかった。あー、ルナーラが。まさかのルナーラが。ちょっと待ってね。アシレーヌは寝てんだよね。カビゴンで行きます？よし。さっきレベル100になったばかりのカビゴンで。てか、今カビゴンなんか効果抜群あったよ。よし、じゃあカビゴンで行けばいいじゃないか。よし。ほらほらほら、10万馬力。地面タイプが効くのか。回復される。いや、でも効果抜群だから次きっと一発やで。回復したところでね。いけ、10万馬力。ほらほら。イェーイ。お、ルナーラがレベル84に上がった。これは岩タイプに効果抜群ってことかな。ルガルガンって他のタイプあった？わからんけど。いや、大丈夫。岩タイプに地面が効くということだ。10万馬力。おーし。ちょっと調子を取り戻してきたよ、私。大ノーズ。あ、ライチさんの家におった子や、あの心優しき。すごいクリックリした目しとるね。あの時わからんかったけど、かわいい。カビゴン10万馬力。でも悪いけど手加減はしないよ。うわ、頑丈、耐えやがった。そこは回復してあげようよ。せっかく耐えたのにね。次のターンでやられるよ。あ、麻痺。よし、行きます。あー、砂嵐まで。ちょ。攻撃を当てにくくしてるね。のしかかり。よし。普通に当たった。買ってきて最後の一匹やろ。来い来い。うわ。ゴローニャ。よし、このまま行きます。ちょっと戦いが終わったら、ルナーラを回復してあげよう。カビゴン10万馬力。あ、雷パンチが来る。あ、動けないよ。
いろいろとさっきのがじわじわと効いてきよるよね。なぜそんなに電気技で来るの？あーほら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 、くそ、役にはちゃんと立ってんだな。さあ行くよカビゴン、次こそ当てて一発で行こう。カビゴン10万馬力、すげえ、半分まで減らされたわ体力。うわ頑丈、また耐えたし。さあ行くよカビゴン、のしかかり。っていうかさ、この砂嵐の中におって、なんで相手は自分は攻撃ダメージ受けんのやろうね。お、収まった。よし、麻痺も溶けてくれたらいいんやけどな。あーカビゴンのしかかり、結構ギリギリのとこまで来られたね。よし、オッケー、お手入れをしてあげよ。ほんと素敵ね、あなたもポケモンも。ありがとう。ライチさんも素敵です。ってことで、これかな？麻痺を解消。治りよる？なんかよくわからんけど。小さくなりよるかな、ちゃんと。ん？いまいちは、あ！治りよる治りよる。はい、オッケー。かわいい。よし。おー、これで、二人目。青からで出会った頃の面影、見当たらないね。島巡りで心に残る経験を刻んだのかい？まあね、がっつりと。さあ、次に進むといいよ。じゃあ、ちょっと、ポケモンたちの回復を。満タンの薬。使う。ルナーラと、ルナーラとカビゴン。あー、試練のを起こしたいんだけど。この辺でなんか、眠りを回復する。はい、これをアシレーヌに、オッケー。さあ、それじゃあ、ありがとう、ライチさん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。